つくばの地元の、農業をされている方だったり、まあ、それ以外の方々が、約200名ぐらいですね参加してくださっていまして、ソーラーシェアリングのプロジェクトによって200名の雇用を創出しています。最も関心しているのは中国企業の一人一人の努力や業務成果を尊重しているというのは感じています。毎年年末に会社から差し入れや記念品をもらったりもしています。これらのは会社からの感謝の気持ちですね、とても伝わってきます。中国の伝統的な祝日を今皆さんと一緒に迎えることができて、今まで知らなかった中国の祝日をたくさん知ることができました。毎年皆さんと一緒に旧正月を迎えています。中秋節の日に美味しい月餅もいただいてますし、旧正月になると2日ぐらいですね、特別な休暇ももらえて中国企業にいるなという実感が増してきます。